やっぱりこのバラ庭園は圧巻だぜ。6年前よりさらにすごくなってやがる。こんなのが似合わなんて羨ましいぜ。んなことはねえぜ。私にとっちゃ船着き場まで遠くて邪魔なだけなんだけどな。それは贅沢な悩みだね。うん、毎朝バラと挨拶してから投稿。素敵素敵。こんなにいっぱいのバラ、みんなと挨拶してたら遅刻しちゃうね。エンジェは残念だな。お腹壊しやすいんだってらしいな。腸が弱いんだろうよ。しょっちゅう下痢してるぜ。おお、レディーにそういうの言うのいけない。それはすまねえ。そうだよな、女の子のお尻からはマシュマロが出るんだもんな。エンジェは体調が悪くてマシュマロが水飴になっちまったわけだ。それは下品が過ぎるね。奥様、旦那様がお探しです。もう少ししたら行きます。まだお昼にもなっていないのに疲れました。お父様は問題ありませんね。はい、お任せを。シャノンとカノンも今日の段取りを十分に心得ております。熊沢は嘘をつくのが上手なようですから心配しませんが、南條先生が少し心配です。隠し事が苦手そうでおられますから。お任せを。可能な限り私が南條先生のお近くで補佐するつもりです。あなたがいてくれるなら頼もしいですね。本当に助かります。現地の力なくして成し得ないことです。恐縮でございます。安心せよ、書斎の密室結界は完璧だ。結界を破らぬ限り誰にも金蔵の秘密を暴くことなどできん。ええ、分かっています。しかしあなたも先ほどの客までのやり取りを聞いていたでしょ。うん、やはり去年の時点で相当の不信感を持たれていたのであろうな。凄まじき毒素を溜め込み振りまいておるわ。やはり今年が正念場になりそうですね。今年を何とか乗り越えることはできようが、仏の顔も何とやらだ。さすがに来年は無理と心得た方がよかろうな。これほどまでに半魔法の毒素が満ちては来年の親族会議でもゴールドスミス教の魔法を維持するのは難しいでしょう。誰ですかあなたは。ああ、驚かずともよい。わらわの家具頭を務める男だ。はじめまして、夏日奥様、ロノウェと申します。どうぞお見知りおきを。頼れる男だ。この男にも密室結界を守ってもらう。そうですか、後ろ宮夏日です。あなたにも協力をお願いします。はい奥様、魔法世界からお手伝いをさせていただきます。どうかお任せを。ついでだから私も紹介してもらおうかしら。はあ、アイリーちゃん、ご無沙汰。ガープか、そなたまで来てくれるとは心強い。遊びに来ただけのつもりだったんだけどね。手がいるようだったら声をかけて。はじめましてマダム。挨拶するのは初めてだけど、私はいつだって
誰のそばにでもいるわ。こちらのガープはなかなかのいたずら者。先日奥様が自室にてお召しになろうとして床に落とし見つけられなかった頭痛薬、ガープの仕業でございますよ。確かに置いたはずなのに見つけられない小物があったら、こやつのいたずらを疑うがよいぞ。わらわも昔ずいぶんとからかわれたものだ。そうですか。いずれにせよ、ここは後宮の屋敷です。当家にいる間は当家に従っていただきます。よろしいですね。もちろんです。心得ております。魔法世界での源氏と思い、どうぞいつでもご用命ください。私にも客人の心得はあるつもりよ。家主の顔は潰さないわ。炉の上もガープも頼れるぞ。しかし魔法の世界と人間の世界は表裏一体。わかってます。もちろん私も人間の世界から努力します。力を合わせてお父様の秘密を守りましょう。うん。いつもの展開だな。どうせ翌日にならなきゃ話は進まねえ。ふん、まあそうね。10月4日は私にとっての準備ターンみたいなものだし、バトラに何もする気がないのなら10月5日までのんびりしててくれていいのよ。6人死んだら呼んであげる。知ってる？チェスの先手と後手では先手の勝率が2倍とも言われてるのよ。戦術の進歩でだいぶ変わるけどね。後手はドローを狙えれば上々とか言われてるんだっけ。先手一勝くらい俺も知ってるぜ。ならどうしろってんだ。そんなだからあんたは無能なのよ。本当にいい？バトラー、10月4日にだって解くことができる謎は存在するわ。何が解けるかわかる？まさか。あ、いや、しかし。まあ見てなさい、無能のバトラお、とうとう降り始めたようやな。やれやれ、土砂降りは心の中だけにしたかったもんだぜ。これで親族会議が終わるまで私たちには逃げ場なしってわけね。それは兄さんたちだって同じよ。逃がさないわ、絶対に。こっちのカードは悪くないのよ。兄さんは虚勢を張ってるだけだわ。絶対に屈服させてみせる。取引っちゅうはな、
相手を任すもんとちゃうで。落としどころを用意しておいて、相手に花を持たせて自らに座らせるもんなんや。秀吉さんの言う通りだわ。さっきの話もちょっと追い詰めすぎよ、エヴァ姉さん。兄さんにはあれくらいでちょうどいいわよ。なんだ、ローザは寝ちまったのか。朝が早かったとぼやいとったな。ま、昼寝もええんとちゃうか。下手すりゃ今夜は徹夜だ。今から仮眠も賢いかもな。こんにちは。旦那様、奥様、探しました。大変でございます。どうしたのかね。シーツを雨に濡らした程度ではそこまで慌てることでもないと思うがね。何事です？何か粗相でも？海難事故で漂流されたと申す方が先ほどお屋敷にいらっしゃられました。漂流？それは本当かね。気の毒に。来客として丁重に扱いたまえ。今はどうしているのかね。南條先生が診察しております。まだ診察中ですが、私の見た限りお疲れの様子ではありますが、怪我などをされているようには見えませんでした。それはよかった。私と夏日は今大切な話をしている。終わったらすぐに見舞いに行こう。その漂流者にはぜひくつろいでほしいと伝えたまえ。かしこまりました。源氏、その漂流者は男ですか？いいえ、お嬢様くらいの若い女性でございます。女性？そうですか。結構です、下がりなさい。まあ自力でバラ庭園まで歩いてこれたなら命に別状はねえだろうよ。転ばぬ先の杖やな。ライフジャケットのおかげやろ。あれがなかったら溺れ死んどったかもわからんで。どんな子だったの？ジョージやジェシカちゃんより上？下？ジェシカお姉ちゃんよりは下だった。ライフジャケットと水着だった。ヘトヘトみたいだった。漂着したのが船着き場のあたりだったなら本当に不幸中の幸いね。もし島の反対側だったら大変だったわ。しかし気の毒ね。この天気じゃきっと船も来られない。明日いっぱいまで彼女もこの島に釘付けかしら。皆様、
お茶はいかがですか？ゴダさん、どうなんだい？その子は元気そうなのか？さあ、わかりません。ですが、心配ご無用。南條先生がつきっきりで見ておりますし、熊沢もシャノンも一緒です。どうぞ、ご安心ください。まずは紅茶でおくつろぎになってはいかがですか？さあ、カノンさん、早く、配って。ったく、なんで僕が。大丈夫です。マリア様はそのままでお待ちを。おお、マリアも配膳やる。南條先生にはお会いしてないの？何か言ってなかった？ええ、先ほどお会いしましたところ、それほどの外傷はないそうで、私もちらりとお見かけしたところでは。南條先生、どうなんですか？容体は大丈夫そうなの？皆さん、ご安心を。大丈夫です。怪我は何もありませんでした。だいぶ疲労しているようですが、今夜特に熱を出さなければ何事もないでしょう。ならよかったわ。お医者様はいても病院はないものね。船は怖い。落ちる。バトラの言う通りだった。マリアちゃん、それバトラ君には内緒ね。ああ、奥様、旦那様。客人の具合はどうだね？はい、別状はないとのことでございます。そうですか、それはよかった。今はどちらに？熊沢さんとシャノンさんがお風呂に案内したはずだ。それから服を見立てると言ってましたな。ならすぐに来るだろう。諸君、親族会議の日ではあるが、不幸な事故で訪れることとなった来客だ。招いた客人ではないが、どうか歓迎してやってほしい。意義などあるわけもない。賛成や。同じくだ。女の子には優しくしろってお袋も言ってたぜ。あなたはそれを人生のモットーにしすぎよ。ジョージたちも呼んだ方がいいわね。全員で挨拶しましょう。そんな、かえって恐縮させちゃうんじゃない？源氏でございます。お客様がお越しになられました。フルド様、ご紹介申し上げます。後宮家当主代行、後宮クラウスにございます。ようこそ六軒島へ。事故でいらしたとはいえ、あなたは当家の客人だ。歓迎しますよ。どうぞ当家おしばしの間ご自宅と思い、存分にくつろがれてください。ありがとうございます。自己紹介申し上げます。フルド・エリカと申します。この度は後宮家の皆様をお騒がせしてしまい、
誠に申し訳ございません。招かれざる客人であるにもかかわらずの歓迎、心より感謝いたします。ちょっと待て、こいつは何者だ。無能のあんたが主役駒じゃゲームがさっぱり進まないもの。だから私自身を駒として出させてもらった。まあちょっとしたエキストラね。いくらクローズドサークルだからっていつも同じ面々ばかりじゃ飽きるでしょ。ふざけるな、ベアトのゲーム版には存在しない駒だ。俺もベアトも認めない。ベアトのゲーム版でしょ。ベアトが拒否するってんなら考えてあげるわ。ベアトの意見は？ルールにイチャモンつけてゲームを降りてみる？あんたら推理者の得意技じゃない。自分の意に沿わない要素が一粒でもあったら、それを理由に癇癪を起こして思考停止を起こすのは。安心なさい、この駒については探偵宣言を出すわ。探偵宣言？フルドエリカは探偵であることを宣言するわ。探偵は犯人ではなく、その証明にはいかなる証拠も必要としない。早い話が、この子を一切疑う必要はないということよ。これなら人間の駒として登場してもいつもと変わらずに推理できるでしょ。ノックス第7条ね。探偵が犯人であることを禁ず。原文には例外条項もある。探偵は犯人でないと赤で宣言してるから例外は考えなくていいわ。言葉遊びは嫌いだから私も赤で言ってあげる。フルドエリカは犯人ではない。復唱要求。フルドエリカはこれまでのベアトのゲームに影響を与えない。いいわ、応じる。フルドエリカはこれまでのベアトのゲームに影響を与えない。あくまでも今回初登場のエキストラよ。これまでの世界には存在しないし影響も与えないわ。なら今の時点での在当者の人数はどうなるんだ？もちろん、これまでの人数にプラス1してもらうわ。でも安心して。フルドエリカが1人増えただけ。それ以外の在当者の人数は、これまでのゲームと全く同じ。おどちら様？おう、お客様。落ちる落ちるで来たの。は？落ちる落ちる？源氏さん、こちらの方は？お客様のフルドエリカ様でございます。フルド様、こちらは当家霊嬢のジェシカ様、並びにいとこのジョージ様、バトラ様でございます。よろしく、後ろ宮ジェシカです。はじめまして、フルドエリカです。よろしくお願いいたします。好都合じゃない。これで人数がはっきりするわ。ゲストハウスのバトラたちが合流し、今客間には金蔵以外のすべての駒が、人間が揃った。そうなるわね。つまり今この客間にいる人数が在当者すべての人数ってことになるわね。18人いるはずの島が、じいさまが実は死んでて17人になった。そこにベルンカステルの駒が1人追加され。
何しろ僕たちは全員後ろ宮だからね、気兼ねなく下の名前で呼んでほしいね。僕はジョージ。俺はバトラだ。よろしくな。ありがとうございます、ジョージさん、バトラさん。私のこともエリカと呼んでもらえると嬉しいです。よろしく、エリカさん。ジェシカの昔の服、あんなに似合うなんて思いませんでした。熊沢が勝手にお嬢様の昔の服を使用してしまいました。お許しください。いいえ、お客様にふさわしい身なりでしたよ。もし彼女が気に入るようでしたら、お近づきの印にプレゼントしても良いでしょう。かしこまりました、ありがとうございます。警察やご家族には連絡しましたか？はい、先方も大層ご心配なされていたようでした。ところで、客人は本当に事故でしょうね？ご本人は寄港中のボートから転落したとおっしゃっております。裏付けはありますか？海保に問い合わせて確認しました。プレジャーボートの後部から転落したそうで、他の乗員たちは気づかなかったようです。実際の転落地点は分かりませんが、おそらくはここの近海でしょう。この悪天候に船遊びなど愚かなことです。しかし近海で溺れてこの島に漂着することは考えられるのですか？ありえないことではありません。この辺りの島には大抵漂流民が流れ着いた伝承がございます。おそらく事故は真実ではないかと。この台風です。島のどこであろうとも船での接岸は不可能です。わかりました。主人も丁重にもてなすようにと指示しています。粗相のないようになさい。ですが、わかっていますね？はい、親族会議には一切近づけません。夕食後はゲストハウスへお引き取り願います。客人をお父様に挨拶させろというような流れにもならないようよく注意するのですよ。もちろんです、心得ております。ほう、フルドエリカとな。この六軒島に来客とは珍しい。楽しませてくれそうではないか。ベルンカステル教の駒でしょう。人間のルールに従うとはいえ、プレイヤーは魔女です。侮ることはできませんよ。問題ない。仮にベルンカステル教本人であろうとも、人間である以上わらわたちの敵ではない。何しろガープもいる。人間はガープに絶対に勝てぬ。ありがとう。でも買いかぶりすぎは良くないわ。魔女の定義は魔法が使えることだけを意味したりはしない。ですが、ジョーカーであり台風の目である、それが魔女というもの。この六軒島で魔女と名乗ってよいのはこのわらわ、黄金の魔女にして無限の魔女ベアトリーチェのみである。ベルンカステル共鳴、エンジェの次なる駒がどの程度のものかじっくりと観覧させてもらおうぞ。